本日は追悼の日であると同時に、復興の決意を新たにする日でもあります。発足から1ヶ月を経た復興庁には、司令塔として大きな期待が寄せられている反面、書類や手続きの問題を含め、さまざまなご批判があることも承知をしております。批判は真摯に受け止め、改めるべき点は改めたいと思います。復興庁について、どのような点を見直すべきかを整理し、速やかに対応するよう、平野復興大臣に指示をさせていただきたいと思います。ふるさと再生の主役はあくまで地元であります。新たなまちづくりは、地域主権の理念を実践する場であります。住民自らが設計図を描き、地域の自律的発展の道筋を見出せるよう、国は最大限の支援を行ってまいります。一方で、被災地再生の明るい兆しも感じます。この兆しを大事に育てていきたいと思います。官邸に寄せられた私の復興だよりで、被災地でたくましく生きる人々の笑顔と前向きなメッセージ、震災直後に生まれた赤ちゃんや子どもたちの元気な姿に大きな勇気をもらいました。東北への観光者数も回復しつつあり、来週から官民を挙げた東北観光博キャンペーンを開始をいたします。被災した300を超える漁港のほぼすべてで、水産物の陸揚げが可能になりました。こうした動きに弾みをつけるため、一人でも多くの人々が東北を訪れ、東北の豊かな海や山の幸を食べて応援をしてほしいと思います。被災地に国際会議を積極的に誘致し、復興の進捗を海外にアピールしていくことも大事であります。7月には東北で大規模自然災害、12月には福島で原子力安全に関する閣僚級会合を開催する予定であります。